これからどうやって光世界に元気になること、光世界、人間の世界はやっぱり目線ですね。目と力、光世界、生命の光世界とつながる。人間の目と力もしなくなったときに、いわゆる夜中よく言うこと、死んだら魚の目、魅力なくなって、それはかわいそうになる。でこの目とことに、目が人間の心とつながっているから、一つ重要なところは、生命の中に、歩むの道の中に、まず自分と誰かと天とと人と約束を守ること、すごい大事。僕はね、本当に思ったのに、人を約束ちょっとぐらいで、軽く約束でも構わないよ。じゃ来年どうなったとか、こういうことね、なったらこういうことになるとかね、約束はね、人間の運勢が変わる。例えば誰と、僕の仲間の一人ね、おはよう健康体操を見て、おはよう健康体操大好きで、先生と会った時に、じゃあ先生と一回挑戦します。もう何が挑戦する？1年半ぐらい先生と一回腕相撲やると。私は勝ちますと。これは僕に勝つことあれば、彼に命伸ばすし、これは体元気になるでしょう。しかし、1年過ぎて2年過ぎて、この約束はね、忘れるじゃなくてできない。事故はやっぱりできなくなって。もう一つ道がある、和解する必要はあるの、説明必要。甘い約束しましたからね、やっぱりできません、ごめんなさいとか、本当に今度本当に自分失敗したとかね、これ言えば何もないけど、黙っていくと約束しない、してままで、そういうことに対しては非常に運勢が悪くなる、運悪くなる。だからそのぐらい小さい約束も守らないって言わないことできなければ、月は運が上がりにくいな感じ、心弱くなっちゃう。万物の中に生きるために、自分心強さで生きてる。うまくいくかうまくいかないか、全て心せよ。心を自分は弱くなった時に、あ約束できませんとかなった時に、ね、自分とではね、そうするとね、この人運勢僕見て、あこれはこの 2,3 年うまくいかないな感じになった。だってこのぐらいで約束もできないから、ほっからものは自信なくなる、自信なくなる。そうすると友達で付き合いとかいろんなことに対して自信なくなるよね。一歩引くことになるの。それは実際にマイナスになる。だから人生の中に重要なことは、実際で一つは約束できれば、よっぽどじゃない時に約束自分のために守った方がいい。守った方がいい。そうすると間違いなく自分進化する。一つ約束がいわゆる自分より自分の才能より超えるかもしれない、できないかもしれないから約束して、だから努力する。それは破れてしまうと自分悪くなる。